どうもバンです。そうしましたら引き続きこの歯抜けの部分に石を組んでいくという作業ですね。作業開始です。はい、どうもです。いや、やりましたよ、ついにというか、ようやくというか、歯抜けがね、なくなりました。数センチ、2、3センチちょっとはみ出してますけど、まあ、許容範囲でしょう。1、2センチですね。ほんまもう、あと、2、3センチ寄せたかったところですけども、ぎゅうぎゅう詰めしたんですけども、寄せられませんでしたね。まあ、ぴったりとはいきませんけれども、まあ、こんだけ、揃ってたら、まあ、許容範囲かなというところですね。あとは、グリーシツメですね。このままだとまだ不安定なんで、内側に、このぐらいの石をね、ガンガン詰めていくということになりますね。これからの季節、水位がちょっとずつ引いていくんで、この辺りにね、グリーシが溜まるんで、それをゴンゴン入れていくと。あっちの方にもね、たくさん、落ちてます。それをね、回収して詰めていくという作業になりますね。で、ある程度詰まったら、その次は水草ですね。水草をガンガン詰めていくという形になります。で、ゆくゆくはこの上を、緑ですね、もう生えてきてますけどね、こんな風にして植生ですね、植物の根で、この内側を固めていってあると。できれば植え込みを移植したいんですけど、ちょっとそこはね、どうするかがまだちょっと未定ですね。なるべくなら植え込みをね、入れた方がいいんですよね。というのも、小さい子供がこっちの方に来てしまう可能性があるので、それを防止するという意味でも植え込みを入れといた方がね、安全っちゃ安全かと。あと、それから木の根がね、ここに張り巡らすことで、より強固な石垣になるということですね。この植物、こういう雑草の根よりかは、やっぱりああいうツツジとかね、サツキの根の方が、根としては硬いということになりますね。というわけで、長らく続けてきた、石積みですけども、ようやく南端の方は、大きめの石が、詰め終わったということになりますね。あとはもう北側ですね。北側に、ちょっとまだ未整備の部分、未対応の部分があるんで、そこをね、ガンガンやっていくという形になりますね。で、グリーシある程度詰め終わったら、ここのバリケードはね、ある程度解除できるんじゃないかなというふうに思いますね。ただ、ツツジを移動させて、例えばですね、こういうツツジですね、こういうふうに飛び石になってて、ベンチに近いこういうツツジとかを移動させていこうというふうには思うんですね。だから、それをやった後でバリケードを解除した方がやっぱりいいかというふうに思いますね。その方が安全の方がね、優先なんでね、バリケードもやっぱりちょっとうっとしちゃうっとしいですけども、安全優先でいこうというふうに思います。ただ、ツツジ何株植えるんだこれね、30、40株は植えないといけないかなといったところですね。あと、ツツジはね、こういう飛び石になってるツツジは、まあ、これはこのまま移植しますけども、移植分け木っていうんですかね、株分けがね、可能なんで、こういうふうに新しい株が出てきてるところを、ちょっとずつ移植してということで、こちらのツツジも、そのままにして、で、浜川のツツジも、植生をね、生やして石組みの根にしていくということは可能だというふうに考えております。なので、やっぱり1年はかかるかなってとこですね。はい、本日以上です。ではでは。